昼の賑やかさが嘘のようだ。江戸も眠るのだな。何を黄昏れているんだ。着いたな。では小説の私塾を探すぞ。うむ、待っていろユイ、ライダの見てる前でよ、じいさんが急に姿を消したって話信じるか。そんな、まさか。そのおじいさん、彼岸のお化けなのかい？ おい、やめろよ。おとなしいな。うい、集め。よく来たの。大助かりじゃ。ありがたいの。またいつでも。鍛えておけよ。結界か。セバ、通れるか。無理だな。尋常の壁ならまだしも、術の壁は難しい。結界を張るとなれば、先に小説その人がいるやもしれん。しかし進めない。何としてもこの壁を抜けねば。
狼藉者、死せよ。ほう、ユイの手先か。次から次へとよくも出る。なんたる邪魔。ユイの本拠はすぐそこだぞ。ぼやくな、セイバー。倒し続ければいずれ尽きる。待てよりここは一度引くが得策じゃ。じいさん、どうした。司祭は後だ。リーチの魔力がいる。急ぎ浅草で霊脈につなげ。36系逃げるにしかずか。セイバー戻るぞ。じいさん、結界を突破する手立てはあるか。なくもないが難しいじゃろう。あれは腕の立つ術者が時をかけて構築した代物。よりでは単純に力量が足りん。霊地の魔力を多く得ていれば、あるいは。ではいずれかの霊地を狙うか。そうだな。霊地力を集めつつ他の道を探す。となれば霊脈に接続せねば。浅草に戻ろう。の地を抑えれば結界を破れるぞ。伊豆国の地を抑えれば結界を破れるぞ。
ほう、周囲の奨励値をすべて抑えたことで囲いの中まで掌握できたぞ。このやり方ならしらみつぶしに回る手間が省けるな。もののけに情けは無用か。私に続け、よりそうだ。二点の道、未だ半ば。敵か、油断せず行こう。こちらにも結界が隠されて、どうやらここは術が甘いようじゃ。これまで集めた霊知力があれば破れるかもしれんぞ。この勝利、貴殿あってこそだ。うむ、背後の奨励地に敵。なんだあやつら、どこから湧いたのだ。わからん。武士のようだが、術者か。霊地とのつながりを断たれてはまずい。私が引き受けよう。待て、さすがに遠い。イオリが抑えた霊脈の上を私は風のごとく駆けられる。たちまちあちらにつこう。イオリは私に合わせて動け。我らが地、敵に狙われておるぞ。セイバー、行けるか。ああ、戻ったぞ。私の敵ではなかったな。手早いな、もう終わったか。ふふん、当然だ。さあ、時が惜しいぞ。解く行こう。破れる結界があるようじゃ。見事なものじゃ、より。すでに霊地での戦い方を心得ておるな。今のところ敵の姿はないな。このまま進めるといいが。
いいか。行かせぬぞ、宮本より。小説の配下か。奴があの怪異どもを従えている。面倒だが分かりやすくていいな。行くぞ。出りゃ。私に続け、より。ユイの手のものは引いたか。潔く引くものだ。この先に罠でも仕掛けてあるんだろう。みすみすハマりに行くのは嫌だな、ユリ。ああ、一度引き返そう。見ろユリ、何かある。敵が落としたものか。じいさん、わかるか。どれ、見せてみよ。わかったぞ。その中にはリーチに呼応する術式が込められておる。おそらくリーチをめぐる争いに備え、奴らの主が用意したのじゃろう。なるほど。連中、これを用いて俺たちを襲ったか。リーチ争奪を大いに助ける霊槍じゃ。仮に援護霊槍とでも呼ぶとしようかの。お前が持っておくとよい。起動の手順はたやすいし、すぐにでも使えるぞ。柳原土手は罠か。この道も封じられている。他に神田へ通じる道はないのか。先ほどの援護霊槍とやら使わぬのか。面白いことが起きるやもだぞ。セイバーは前のめりじゃのう。しかし、悪くないやもしれん。はっきりとは分からんが、その霊槍、移動にまつわる術が込められているようじゃ。
霊脈がつながっておる他の生霊地へ素早く移動できるかもしれん。もしや先ほどの敵同様の術を使って現れたのか。いずこかの地を抑えれば結界を破れるぞ。おお、うまくレースを使ったの。これまでわしが指導してきた甲斐があるわい。知力で結界を破ったか。よう集めたのより。はあ、遠回りだがこちらから神田への道を探そう。小石川から会議、その手の魔力を有した霊地ということか。間違えておるのか。本当にこちらでいいのか。神田とはだいぶ方角が違うようだぞ。神田上水というものがある。水路を用いて神田に入れないかと思ってな。水脈は霊脈に通ずるとも言う。おそらくは生霊地が連なっておろう。いずこかの地を抑えれば結界を。ごきげんよう、伊織様。また会いに来てくださると信じておりました。アリア、貴殿は先ほどあの怪異を魔力の流れを断ちましたのよ。私には上野から魔力供給がありますもの。私戦うことはできませんけれど、霊脈を使って伊織様をお助けしますわ。霊地に紐づいての限界であるゆえ、己が霊地から伸びる霊脈に力が及ぶのじゃな。だけどこの前はあまりにもののけが多くって、上の近くの生霊地が全部奪われたり。それは難儀だったな。はい、そうなのです。でもこうして伊織様にお会いできたのですから、難儀した甲斐がありましたの。夜が明けてしまうぞ、伊織。
ああ、いや、その言い方が意地悪だった。すまぬ。急ぎ小石川へ行かねばならぬので、あまりゆっくりはできぬぞと伊織に釘をな。え、そんな。伊織様、私に会いに来てくれたのではなかったの？すまないアリア、外せぬ用向きがあるんだ。まあそうなのですね。一緒には行けませんけれど、せめて私の思いを受け取ってくださいまし。もしもアリアに会いたくなったら、上野を通る霊脈に接続していただければ、伊織様の呼びかけに応えてすぐにでも会いに行くと約束いたしますわ。ありがたい。その時にはぜひ頼む。はい。ん？何かあるな。破れる結界があるようじゃ。敵の仕掛けじゃ。注意して進め。よけん。私あっての勝利だな。ああ、そうだな。我らが地、敵に狙われておるぞ。頼む、セイバー。任せておけ、より。
と片付けてきてやったぞ。敵に奪われてしまったか。ふぅ、勝負はこれからじゃぞ、イオリ。ごめんなさい、イオリ様。よりこれも読みのうちなのか。見よ、魔力を失った甲斐が消えたぞ。この池、上野の忍ばずの池。ここには大蛇が出るという噂があるが。大丈夫か。これ以上時をかけるのはまずいぞ。破れる結界があるようじゃ。この道に小説の手先がいないとよいが。怪異が闊歩している。セイバー、ここは怪異をも配下とするマスターの拠点だ。剣を抜け、イオリ。てめえらどうやって入って。敵か、やっちまえ。てめえらここが誰のねぐらか分かってんのか。知らずな奴らだぜ。命知らずはどちらか教えよう。押し切る。そうだ。油断した。
強いぞ、よりより。随分とまあ戦を楽しんでるじゃねえか。何の話だ。とぼけるなよ宮本伊織。ここは貴様の拠点だったか。それでどうする。語らいに来たわけでもなし。そうだね。それじゃ始めるとするか。俺はチエモン、せいぜい喜べ。ここも地獄だ。いつでもよいぞ、より。いつでもよいぞ、より。終わり。セイバー。見切れまい。直ちに。
私に続け、より。覚悟は良いか。出る。合図をくれ。よし、力を借りる。分かった。もらった。油断したな。いつでも良いぞ、より。承知しました。私に続け、より。いや、押し切る。いや、覚悟は良いか。無駄です。分かった。私に続け、より。よっ。せっ。じゃあ、遅い。悪い、助かった。助け、うん、気を散らしている場合か。次から次へとキリがない。ならばここは未だ潜み続ける奴らの視界を叩くの先決か。じゃあ、蹴取られたか。浅はかな強者とも。お前の腕試してやる。チッ、俺の邪魔をするね。残らず散りといたしましょう。レッシュよ、先ほどはすまなかった。今更ながらに痛感した。俺は弱い。俺自身が思うよりずっと。まあ確かに君は弱いと思う。だって余分が多い。戦う者として優しすぎる。あまり無理をするな。カヤを泣かせることになるぞ。合図をくれ、より。いつでも良いぞ、より。どうだ。せや、はっ、よっ。
にいたわね、二人とも。敵の居所を見つけ出せとは言ったけれど、ちゃんと義理を果たしてくれるなんて、こっちの伊織くんもしっかりしてるじゃない。師匠。武蔵、なぜここにいる？荒ごとの気配がありましたので。それよりも強敵揃いで頭数足りてないんでしょ。その蛇の親玉、私がもらいます。お嵐のように過ぎ去っていったな。まあいい、奴は武蔵に任せよう。ああ、ランサーを追おう。うむ、行くぞ。それじゃサクッと片付けましょうか。木の塊、バーサーか。短期を選ぶは、よらば味方をも殺すがゆえか。まさか、こちらの私の愛弟子、わけなく切るはずもなし。詰まるとこ、私のわがままです。邪魔者なしで強敵と切り合いたいってね。一瞬。
だね。自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イシャナ大天章。なるほどね。純は一瞬、見よう見まし。真っ向勝負、一刀両断、こんな感じ、早く鋭く散る、これなら真っ向勝負。ナム天満大自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イシャナ大天章。今宵は侵入者にこと書かんな、なれば長いは無用。逃げ足の速い、ははきっと名うてのアサシンね。まあ今はこれにて満足としましょう。イオリ君たちは生きてるかしら。ライダー、いえセイバーですか。いかにも悪鬼の共柄よ、潔く撃たれるがよい。あれはライダー、いや、あるいはセイバーか。主を持たぬハグレのようだが、すさまじい気迫、狙いはランサーか。好都合だ、利用してランサーを仕留める。
逃がしません。加減はせんな。逃げろ。敵は闇を招く、そして闇を払うは我が役儀。マスター、死をもって命じる。本物の地獄を見せてやれ。召喚ゾーン菩薩。オンアロリキャ。クラム、ヘイ、エトランジェ。言葉を借りるなら36系逃げるにしかずだが、さて、よりあまりに脆く、あまりに弱く、そしてあまりにも